龍生き物チャンネル。はい、皆さんこんにちは、龍生き物チャンネルです。最近はちょっとお宅訪問が行けなくて困ってるんですけどね、今ちょっとあの感染症も下火になってきてますでしょ。このまま収束となってくれたらいいんですけど、なかなかねそれは難しいのが現状でございます。ちょっとねうちに来てくれやっていうね近県の方ね募集させてもらいますよ。まだまだね私の動画を見ていただいてですね、俺とこ来てくれやっていう方ねおられましたらね、ぜひお声かけていただきたいと思います。でないとこちらから調べて直接アポイントなしに飛び込ませていただきますからね。知りませんよ。あ、断られたら終わりですけどね。さあ今日もねこちらはまだ30度超えてますね。本日は10月の14日なんですけどね、最近は毎日30度超えで毎晩まだまだクーラーオンですけどもね、地域によってはね越冬の準備もねされてるところもありますしね、本当に今ちょうど季節の変わり目でねいろんな地域がございます。水量やね容器の深さなども様々でございます。今後はね遅かれ早かれ越冬準備がね必要となりますが、それまでの間がね上手にメダカ飼育していかなければなりません。外飼育に関しましても室内飼育に関しましても気をつけるべきこと、やらなければいけないことがたくさんありますけども、今日はこの方のこの動画をちょっと見ていただきたいんですけどもね、同じ YouTube 仲間でですね和正さんという方がおられるんですけども、ちょっと面白い実験をされているのでご覧いただいてですね、その後ですねまた私のちょっと8ヶ月前になるんですけども動画もちょっとピックアップして見ていただきたいと思っておりますので、ぜひご覧くださいませ。はい、本日も長くなりましたが行ってまいりましょうか。それでは行ってみましょう。レッツメダカー。はい、そういうわけでこちら和正さんの動画でございます。ゾウリムシ PSB 粉餌で稚魚たちはどれが一番成長するかという動画でございまして、生後5週間にわたってこの3種類の餌のみで成長速度の度合いを観察検証されている動画がありました。意外にね驚きの結果が出てましたのでね、ぜひご覧いただければと思います。和正さんにはねこの動画ちょっと出させてくださいねってお声をかけさせていただいております。和正さんどうもありがとうございます。そしてまたねこの検証結果を踏まえてどんなことを今後考えていけばいいのかということをね、私珍しく真面目に考察しています。ぜひご覧ください。それではどうぞ。思います。でまずはねこちら、ゾウリムシの、餌でね、育った子たちになります。まあ、こんな感じでね、まあ、体格差はまばらですね。見てほしいのはゾウリムシで、育てた子とね、まあ、どれだけ体格差があるかっていうのを、見ていきたいと思います。まあ、全体的に、平均して、まあ、成長してる感はありますね。先ほどのねゾウリムシの、子たちに比べてちょっとね大きいかなと思います。まあ、中には少し小さめの子もいますけど、まあ、平均して、ゾウリムシよりはね、大きいかなと思います。粉餌の方になります。で粉餌はね、こちらの、ハイグローを、ずっと与えてます。まあ、うちはねもうこのハイグロー一択、まあ、あとは金パケですね。まあ、特にこのハイグローはね、栄養がすごい、豊富な、餌になりますので、ちょっとね普通の粉餌よりは、ちょっと、栄養が高いので、まあ、その分、まあ、普通の餌に比べて差が出るかなとはちょっと思ってます。そしたらね、見ていきましょう。こちらがね、粉餌で育った、張り子そして稚魚になります。まあ、もうねすでに1匹、まあ、こうやって出てきて分かると思うんですけど、まあ、全体的にねやっぱり育っていますね。まあ、先ほどの PSB で、育てた子に比べて、まあ、全体的にね大きいですし、まあ、一番大きい子もねやはり、
大きいかなと思います。竜生き物チャンネル、はい、和松さん動画お借りしました。ありがとうございます。和松さんの動画はですね、また下の概要欄に貼らせていただきます。ということでですね、和松さんの実験の桶はですね、水替えなしで水を補充のみで検証されております。粉餌と PSB のね、結果がよく成長しているように見えますね。特にですね、生まれた時からでもハリコは粉餌を食べて大きく成長していることがこの動画からもわかります。容器の大きさ、水量、与える回数を同様にすれば粉餌が結局一番飛び抜けて大きくなったという結果になりました。もちろんね、ハイグローを使っているということでちょっと高タンパクっていうことはございますが、まあどちらにしても一番大きくなるんではないでしょうか。この検証結果というのはですね、大変貴重でですね、例えばよく言われている小さい子や大きくならない子には生き餌をという私も思っていた理論をちょっとまあ覆すまで言いませんけど、大変驚きの結果でもございました。しかしながらこの条件的にですね、環境も違うから一概にね言いにくい部分もあるんでしょうけども、なかなかどうしてほぼほぼ隣同士のね同条件だったと私は先ほどの動画は認識しています。また賛否はあろうかと思いますが、まめに和松さんが検証していただいた結果でもあるとは思います。例えば仮説としてですね、ゾウリムシの方が大きくならなかったというこの検証なんですけど、ゾウリムシの水溶液が後々水質を悪化させたのかもわからないですね。それでハリコの成長を阻害させたような気もします。私は今後もこの結果を踏まえてですね、例えば今後室内飼育するのであればですね、考え方としてなんですけど、一つ目にまあ水質悪化の要因となるゾウリムシの水溶液ですかね、アンモニア等の含有量とかも関係してきますしね、まあ、二つ目に PSB の水の浄化作用を含めた検証、これも必要になってくるかなとも思います。そして三つ目にですね、粉餌ならではの利点と水質悪化の頻度っていうのを、これを一度ね私も調べていきたいと思います。まあ私自身ですけども、約8ヶ月前のですね、2月20日の動画なんですけども、まあ題名のところにですね、メダカ飼育の重要な検証としてですね、春からもハリコに安心ということでですね、アンモニアテストの実験をしております。これはいわゆる室内飼育や室外飼育でのアンモニアの含有量を正確にテストしております。珍しく真面目な動画になっておりましてですね、この動画はですね、今後の室内飼育や屋外飼育にも必ずお役に立てる動画となっておりますのでね、ぜひともご覧いただければと思います。そしてまたその後にですね、2月の26日の動画でですね、さまざまな水のアンモニアテストも行っていますのでね、そちらの方もご参考になるとは思いますので、ぜひセットでご覧いただければと思います。この動画はですね、アンモニアテストをいろんな局面から行っています。題名としてヤフオクで購入したメダカ卵が冬を乗り越えた驚きの結果という題になってますが、後半は検証リクエストにこうお答えしますということで検証動画上げております。またこの2つの動画はですね、下の概要欄にも貼らせていただいておりますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、それでは本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったかなと思われた方はチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。竜生き物王国和歌山もん TV も合わせてよろしくお願いいたします。ヤフーオークションもやっております。ぜひ皆様一度見ていただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。